熱戦が繰り広げられている女子ワールドカップで、韓国代表はグループステージ初戦でコロンビアに0-2で敗れると、格下のモロッコにも0-1で敗北。最後は強豪ドイツに1対1のドローと意地を見せたものの、一勝もできずにグループ H の最下位で大会を去った。フォト、長谷川優衣のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷咲のキラキラネール。 なでしこジャパンフィファ公式ポートレートギャラリー。方や、なでしこジャパンはグループステージを3連勝で首位通過。ラウンド16でも難敵ノルウェーを3-1と撃破し、世界から注目を集めている。そんな中、韓国のメディア、オーマイニュースは、日本はさらに成長しているが、意の中の変わず、である韓国は心配だ、と見出しを打った記事を掲載。 今大会で韓国唯一のゴールを決めた MF チョソヒョンの、韓国はマダイの中の河津だと思う、という帰国後の発言を引き合いに出して、次のように主張した。韓国女子代表は2019年の W 杯で3戦全敗1得点8失点という惨めな成績で無気力に大会を終えた。4年が経ち、今回の W 杯ではコリンベル監督体制で着実に準備を続けてきて、 黄金世代の選手たちが全盛期を迎え、内心ベスト8以上の成績を期待した。だが、2大連続グループステージ敗退という結果を避けられなかった。無得点、全敗という最悪の結果を免れただけで、準備したプロジェクトは明らかに失敗に終わった。同メディアは、ベル監督の発言を聞くと、 失敗の原因を主に選手たちの経験不足や精神的問題、あるいは韓国サッカーの構造的限界に責任を転嫁している。しかし、成績において最初に最大の責任を負うのは当然監督だ、と指揮官を批判。大会を通じて、ベル監督の戦術的は良い点数を与えられない、とこき下ろした。そして、 韓国選手団がひどいドイツの足首を掴んだことで満足して自我自賛しているに間、いだ、ライバルの日本はさらに成長している、と皮肉っている。日本は今大会、ザンビア5から0、コスタリカ2から0、スペイン4から0、を連覇して無失点の3連勝で C 組の1位となった。 ベスト16では優勝候補の一つに挙げられていたノルウェーでさえ3-1で干渉して8強進出に成功した。4試合でなんと14ゴールを挙げ、このうち5ゴールを決めた宮沢ひなたは得点ランキングとトップに立った。